かの傷ついた心が孤独な空で燃え上がる。愛を知らない瞳が求め D-BOY は秋の心に触れ、初めて己の過去を明らかにした。父構造の手によって、ただ一人ラダムの精神支配を免れた相葉高也 D-BOY はラダムの侵略から地球を守るためにテッカマンとなった肉親をその手で倒さねばならなかったのだ。だが D-BOY にはさらに悲しい運命が待ち受けていた。どうしても伝えなきゃいけないことがあって、私が死ぬ前に。死ぬってミキ！私はお父さんと同じ排除された不完全なテッカマンなの。スペースナイツの皆さん、私はラダムの秘密を皆さんに伝えるためにやってきました。聞かせてくれないか、ラダムの秘密を。ミユキ。ラダムは地球を自分たちに適した環境に変化させるためにラダム樹を繁殖させています。それが彼らの侵略の形なのです。だが今のところラダム樹自体は人間に害を及ぼしてはいないが、ラダム樹の花が開いたら。花？ラダム樹の花が一斉に咲いた時、地球はラダムのものとなり、侵略は達成される。そう私たちは教えられています。ラ
ダムめ。そのためにテッカマンの頂点に立つオメガは残りのテッカマンたちの覚醒を急いでいます。なんだと。オメガってそいつが奴らのボスなのか。残りのテッカマンっていうことは前に倒したダガーでしょ、ボスのオメガでしょ、あとエビルと、それとティーボーイとミュ…余計なこと言っとらんで話を聞け。今覚醒しつつあるのはアックス、ランス、ソード、前に死んだダガーの仲間です。なるほど、オメガの下に4人のテッカマンがいるってわけか。彼らは今どこに。月の裏側です。月の裏側にラダムの騎士が。お兄ちゃんを逃がした後、お父さんはアルゴス号を自爆させたわ。そして爆発のショックで制御不能となったラダムの船は月の裏側に不時着して。知らなかった。ラダムの基地が月の裏側にあったなんて。アックス、ランス、ソードよ、お前たちの覚醒を心待ちにしていたぞ。お前たちはオービタルリングに待機しているエビルと合流し、裏切り者テッカマンブレードを葬り去るのだ。はい、ははテッカマンブレードよ、もはや貴様に未来はない。テッカマンオメガは月の基地から動くことができないのです。地球を救うにはラダムの月基地を攻撃してオメガを倒すしかありません。ノアル、アキ、よし行きましょう。月へ。待ちたまえ。月面ラダム基地への攻撃に失敗は許されない。軽率な行動は控えたまえ。なんだって。そんな。月基地への攻撃オペレーションをシミュレートする。それが完成するまでは月基地への攻撃はしない。ミリー、準備を。ラサ、ディボイ。俺は出撃する。作戦など必要ない。俺はこの手で、ミユキを不幸にした奴らに復讐するんだ。勝手な行動は許さん。お兄ちゃん。ミユキ、どうした。ミユキ、しっかりしろ。しっかりするんだ。ミユキ、しっかりしろ。こいつは。ミユキさん、メディカルスタッフに連絡を。ラーサ、ミユキ、ミユキ。少し休んでお茶でもどうだい。格納庫のコーヒーメーカーはドイツ製だ。味も格別だぜ。すいません。ドクターから聞いたよ。
あの子、そう長くないんだってな。彼女は連鎖反応的に組織崩壊を起こしている。彼女の体質がテックシステムに適合しなかったためだ。ひでえ話だ。それって D ボーイも知ってるんですか？ジフ、あんたはそれを知ってて D ボーイを止めたんだろう。妹が生きている間だけでも一緒にいさせてやろうと。みゆき、大丈夫か？うん、何か私たちにできることない？海が見たいな。海？子供の頃、お兄ちゃんたちと遊んだ砂浜。大きな発電所や灯台があった。とっても綺麗な海だったわ。行こう、海へ。体の具合がいいのなら今すぐにでも。体なら心配しないで。でも夜が明けてからにして。夜は月が見えるから。待っていたよ、アックス、ランス、ソード。俺の傷もあとわずかで癒える。待っていろ、テッカマンブレード。歴史に名を残した軍人は必ず運命的な決断をしている。アルデンヌの森を突破したグーデリアン、モスクワを守り抜いたゲオルギー・ジューコフ、そしてノルマンディ上陸作戦を指揮したアイゼンハワーとモンゴメリー、彼らは皆無謀とも言うべき作戦を成功させたがゆえに勝利を手にしたのだ。しかし重将、今度の作戦は。反対意見などに耳を貸すな。我々はラダムに勝利すればそれでよいのだ。我々に勝利をもたらす女神、新開発の超高分子フェルミオンミサイルだ。なんてこった。帰ろう、みゆき。いいのよ、お兄ちゃん。たとえラダム樹に侵されていても、やっぱりここはお兄ちゃんとの思い出の場所だもん。少しでいいからね、歩こう。ああ。パターン17、1秒 3.5 時間換算による攻撃シミュレーションです。ダメだ、 30% 効率アップ。ラサ、久しぶりだな。オペレーション設定の途中です。ご用件は後ほど。私が超高分子フェルミオンミサイルを持っていると聞いたら、この通信を切れるかね？フェルミオンミサイル。どうやら話を聞いてもらえそうだな。まだ冷たいよ。ねえ、お兄ちゃんも来てごらんよ。ああ。ねえ、お兄ちゃん。アキさんのこと好きなの？隠してもダメよ、本当のこと教えて。ああ、アキは俺にとってかけがえのない仲間だよ。そう、よかった。お兄ちゃんって小さい頃から人一倍寂しがり屋だったでしょ。だから私結構心配してたの。だって
お父さんも深夜お兄ちゃんも、それに私だってもうすぐ。でも安心した、アキさんみたいな人がいて。お兄ちゃん、一つ言ってもいい？何？私、ちょっぴりアキさんにやきもち焼いちゃった。え？嘘よ、冗談冗談。何話してるんだろうな、あの二人。無茶だ。オービタルリングにフェルミオンミサイルを撃ち込んだらどんな事態を引き起こすか知らんとは言わさん。もちろんだと。オービタルリングに撃ち込まれたフェルミオンミサイルはフェルミオン粒子をリング内の隅々まで充満させ一斉にフェルミオン反応を起こして莫大なエネルギーを放出する。リングに救うラダム銃どもの全てを抹殺してもあまりあるエネルギーをな。そこでだ、君たちスペースナイツにはフェルミオンミサイル発射までラダムの注意を引きつけてもらいたい。順将、即刻作戦を中止するのだ。オービタルリングの内部でフェルミオン反応を起こしたら大変なことになる。大変なこと？莫大なエネルギーが放出されればオービタルリング自体が崩壊を起こし地球の引力に引かれて地上に落下する。もしそうなれば赤道周辺は壊滅し数億という人間が死ぬことになるんだぞ。全人類の未来を救うという作戦だ。数億の犠牲など小さいものだ。ひどい。何？軍ってそんなに偉いんですか？人の命を天秤にかけるほど偉いんですか？命に大きさなんてありません。代わりなんてありません。代わり？たった一人の命だってその人の家族とか友達とか周りのみんなからすれば大きいはずです。人が命をなくすってそういうことじゃないですか？オービタルリングこそラダムの基地だ。たとえいかなる犠牲を払おうとも私はオービタルリングを攻撃する。それは違うんだ。ラダムの基地は、重傷引き止め、ラダムの基地は。何？基地がラダム銃の襲撃を受けているわ。ラダムの相手をしていてくれ。待て、ラダムの基地は。待て、コルベット。一貫。フェルミオンミサイル発射準備せよ。は。失敗するな、ミユキ。俺はラダムに負けはしない。ティガス！テックセッター俺もソルテッカマンで出るぜ。みゆきさん、みゆきさん、どうしたの？お兄ちゃん！兄さん、今日こそ兄さんを地獄に送ってあげるよ。いや、貴様
テッチセット鉄火マンランス鉄火マンアックス鉄火マンソード鉄火マンブレードスペースナイツの基地もろとも貴様の息の根を止めてやる。エビルの総攻撃により最大の危機を迎えるスペースナイツ基地。その時ミユキは仲間を救うため最後のテックセット。次回宇宙の騎士テッカマンブレード死をかけた戦い仮面の下の涙を拭え。